ニナ・クラリッチは、クロアチアの歌手である。2015年1月に、音楽オーディション番組、ザ・ボイス・オブ・クロアチアの一期で、優勝。2016年には、ユーロビジョン・ソング・コンテスト2016の、クロアチア代表に選ばれる。1992年4月4日、クロアチアのリポブラニに生まれる。2009年に、オーディション番組、ゴット・タレントのクロアチア版に出場したのが、 初のメディアへの露出であった。彼女はバイセクシュアルであると公にしている。第1期のザ・ボイス・オブ・クロアチアに出場した。最初のオーディションでビニース・ユア・ビューティフルやヤドランカスト・ヤコビッチのストテ・ネーマを歌って決勝まで勝ち進む。決勝ではマケドニアの民謡ザ・ジェディ、ザ・ジェディ、ジャスの3差を歌い、およそ100万票を獲得して優勝を果たした。 その後2015年7月にデビューシングルザルリアリースモーセビエットが発表された。2016年2月24日、クロアチア国営放送はニナ・クラリッチをユーロビジョン・ソング・コンテスト2016のクロアチア代表に選出したと発表した。2016年5月にスウェーデン・ストックホルムで開催される同大会で代表曲ライトハウスを歌う。ありがとうございます。